え、なに、また星野やってんの、うん、そんな露骨に無視しなくてもこれあ、これあれか、いかちゃんの端末ね、いいでしょ、うん、いいけどさえ、なんでここでその詰まるの、なんか、いや、SSR キャラが出ないんですよ。いや、でも、はい、いるのはいるじゃん、だって普通に。いや、でも私、欲しいキャラがいるんです。え、なに、この方。え、これニックフリント。そう、出ないんですよ。そのさ、イラストが絶妙な絶妙にこういや、別に引きゃいいじゃん、ガチャ。いや、だって英霊席もないんですもん。あ、ないの。ない。あー、じゃあどうする。あの人呼びますか呼んだら何とかなるかもしれないしね。何とかしてくれるでしょう、確かにね、きっと。ガチャ引きたいっていう気持ちもね、はい、くれると思います、きっと。何かをね、はい、じゃあ呼んでみる、呼んでみる、はい、せーの、フルワイス先生。おお、皆さんごきげんよう、フルバイス先生です。おー、来てくれたもう先生、聞いてくださいよ、はいはい、これこれこれジークフリート幼稚園エリーみたいな。出ないからって。出ない、出ないから。ガチャ行きたいらしいんですよ。いや、本当にガチャでいいですか。いや、もうください。いくらフルバイスでもそんなことできない。ただね、はい、そんなわがままもいけるような、はい、絶対 SSR が手に入れられる。おお、噛んだけど。方法があります。そんな方法あるんですか。あるんです。あるんですか。マジっすか。方法っていうかね、はい、そういうね、はい、ところがあるんで、おー、ベースがあるんで、はい、それを教えましょうか。お、やった。やった。じゃあそこ行きましょう。そこ行きましょう。イエイ、ね。じゃあ先生、SSR キャラください。あげれるわけないでしょ。簡単ね。ねえ、そんなの。けど、はい、エカちゃんとババゾン君、はい、遺跡探索やってますか。え、遺跡探索ですか。はい。正直ちょっとあんまり出てないですね。え、これ忘れがち。このね、遺跡探索はね、本当に報酬が充実してるんで、これはぜひやってほしいなと。マジですか。思いますし、はい、何より、はい、欲しい SSR キャラ、はい、ジークフリートも当たるかもしれない、そんな召喚チケットももらえる、お、そんなクエストになっております。マジっすか。本当ですか。報酬豪華っすね。ね、すっごい豪華だ。メインストーリーと別のあのスタミナのシステムだったりもするので、はい、探索、はい、ポイントだったりするので、はいはいはい、あのメインストーリーの方でスタミナ使い切っちゃっても、はい、あの遺跡やれるし、はい、おお、で、さっき言った通り SSR の召喚チケットもらえるけど、はい、まあ、それ以外にも SSR の召喚チケットだったりとか、はい、IC とかともいろいろもらえるようになってるので、はい、これはね、ぜひやってもらいたいなと。なるほど、ポイントがあるときにそうなん、ちょいちょい進めといた方がいい。そう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 ですね。これやった方がいいですね。そうですね、これやってみます。じゃあ、行きましょうか。ね、じゃあこの、はい、ね、イニシエの魔導回路を行こうかなと。はい、はい、でこれを協力して、はい、SSR 召喚チケットもらいましょう。はい、よし、行きましょう。はい、さて、はい、イニシエの魔導回路の攻略ポイントだけど、伊藤先生のバナゾン君は分かるかな。まあ、そうですね、やっぱ僕ちょこっとだけ進めたんですけど、魔法がなんか聞きにくい敵が多かったかなって。さすがババゾン。え、あと正解、正解。じゃあ対策はエカちゃんどうする、そういう時は。え、もっと魔法耐性を高くすれば魔法耐性と魔法耐性喧嘩しちゃってる。正解ですよ。正解ね。だから物理攻撃を中心としたパーティーで挑めば、はい、まあ通りやすい。そうですね、魔法が効かないわけで。そうそうそう、物理で殴ればいい。そう、なるほど。あのエカちゃんの持ってるパーティーから、はい、組んでみましたんで、攻略パーティーをね、はい、早速見てみましょうか、はい、ね、これがイニシエの魔導回路ね。そうですね、SSR で召喚チケットって。そう、これもらえちゃう。お、詳しくはここ、こちら、こちらはい、じゃあパーティーですけど、はい、こんな感じで組んでみました。割とあれっすね、なんかその誰でも持ってそうなやつ。そうそう、ね、ちょっとなヒップリテはあの SSR なんで、はい、あの持ってない人もいるかもしれませんけど、はい、でも1枚しか入ってないですね。そうそう、 SR も2枚いるし、うんうん、多分あのガウェインとかキクイフメを持ってる人が多いんじゃないかなということで、はい、組んできましたよ、はい、まずガウェイン、はい、左から2番目、はい、これがあの盾っていうか攻撃的な、ね、うん、そう、攻撃を受けると集中してもらえるという形でここに行ってもらいました、はい、端っこより真ん中の方が攻撃受けやすいってことなんで、はいはい、あ、なるほど。画面をこの位置で持ってますと。なるほど。で、キクイメはヒーラーですね、はい、回復してくれるんで入れてますよと。そうですね。で、クリテはちょっとあのレアリティ高いけど、はい、あのバフが効くと。
ね、はい、でこの、 あの本当50回の肝はですね、はい、あのボスのミッションで毒にするっていうのが肝なので、この左の牛若丸 R なんで誰でも持ってるでしょう、多分ね、持ってます、ね、持ってます、ね、まあねね、で右側の信長、はい、これもあのソウルアーツで毒にできるから、おお、これをうまく駆使して攻略していこうというパーティーになってます。さすがにねちょっと難しいので、はい、難易度が高いので限界突破なり、はい、ね、はい、まあ、覚醒したりとか、うん、まあ、今回は本当ガッツリ覚醒させてもらいましたけど、ガチガチフルフルですよ、ね、なかなか大変だと思いますけど、まあ、なるべく育ててもらって挑、はい、んでもらえれば、うんうん、あの必ずクリアできるようなクエストになってますので、はい、ちなみにこのヒッポリテ の、 あのリーダーシップどういうスキルですか。おさすがババゾノ君ゲラ属性の物理ダメージ 15%、 やっぱ物理をね、そうそう、強くしていかないと、強化していくということ、そうそうそう、ね、しかもテラ属性染まってますからね。そうなんですよ、これ言うでしょうと、だいぶね、あの効果高いんじゃないですか。高いです、高い高い、はい、じゃあせっかくなんで舐めていきましょうか、はい、配置変更 で、はい、で今回2本の牙にします。ガウィンがね、あの攻撃力高いし、はい、プリテも高いんですけど、はい、ここはあのその信長とあのよあの牛若丸、はい、一旦の毒をかけるって役割なので、はい、武装が弱くなってるけど一旦いいかなと、まあ、そうですね、役割はまあ毒入れるってことですね。そうそう、入れるってことなので、はい、こんな感じの配置変更にしてますね、配置効果。なるほど、はい、まあ、じゃあ毒入れるやつと、まあ、回復、まあ、なんですかね、盾と役と、はい、盾、そうです、はいはい、入れればいけるってことなんとかなるんじゃないかなと思います、はいはい、なるほど、いけますか。はい、いけます、はい、いけるのかな、頑張りますこんなガチガチなんで、いけます、そう、いけますよ、はい、ゆっくりとたら、そう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 、はい、しっかりとかな、はい、挑戦します、はい、頑張ってみましょう、頑張っていこう。じゃあ挑戦してみようか、はい、うわ、緊張すんなこれ、よし、やってみよういける、大丈夫、作戦をね、しっかり立ててもらえるね、手震えてるじゃん、いや、もう怖いです怖いです、本当にいやいや、大丈夫大丈夫大丈夫、これこうやってちゃんと教えたパーティーだから大丈夫ですよ、設定されてるんですから、重みどうなってるいろいろなんか虫かかって挑戦の重みどうなってる、ね、いや、このあの上が5個あるけど、はい、ボスに基本的にはソウルアーツ使ってもらいたいので貯めてってください、でアクションしっかり打っていきながら進めていければ、こういうキリがいいところのね、戦いはウェーブ多いですよね、うん、そうですね、そうです、そうです、はい、ね、サムウェイクのところもありますけど ね、 そうそうね、こういうところはもう大体こう、あ、怖い、打っちゃいそう、怖いまあまあ、まずはね、そんなに痛い目見たいかよ、強いな、いや、強いですよ、でもほら、ちゃんと体力もね、あんまり減ってないし、いやいやいや、ね、でヒーラーでたまに回復して真ん中かな、そんなに痛い目見たいかよ、よし、いいですね、おー、まだ、あ、順調、ベビチ、いや、まだまだいるからの敵、まあ、しっかりね、そうそうそう、あのブレイク、あの木の名前忘れちゃった、ごめんなさい奥の強い敵ではあの5をカウントダウンしてるんで、はい、あの数字が0になった時にブレイク、これカウント、ブレイクできますね、してくださいブレイクしてくださいいきますか、してしたのかな、してないのかな、してないですね、してないですね、これちょっと待って、落ち着いてこう、落ち着いてこう、とにかく、はいはいはい、ヒールステイじゃ大丈夫です、物理防御も上がってますね、あ、上がってますね、いいですよそんなに痛い目見たいかよ、そうだ、ブレイクいけそうだな、いやあ、でもやっぱガウィンね、こういうガウィンがもう、はい、お、あ、これでちゃんとブレイクして、ブレイクして、ブレイクして、はい、よし、お、ギリ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 かギリギリか、でもガウィン、ちょっとガウィンやばい、やばい、ちょっと集中してるからね、待って、どうしよう、ちょっと貯めて最後のあのマチェインのマックスを菊姫にしてみましょうか、あ、そうか、それでそれで一番回復しやすいとしましょう、今3チェーン来た、4チェーン来た、いけ、今、はい、今おーしゃー、来た、あー、でも、でも、まあ、バグよ、すげーよし、ガウィン倒れてもらった、ほんと困るねえ、そのらしい、周りが見せてるから、あ、でもいい感じに、こいつって、そんなに痛い目見たいかよ、よし、おー、いいね、いいね、なんかだんだんいいよ、いいよ、雑魚かな、雑魚になったね、フォーチェーンが繋がって、さっさと壊して、マックスで、あ、いいですね、いいですね、おー、いいね、いいね、いいね、あ、はい、ガウィンが、ガウィンが、
立ち直ってきた、はいはい、立ち直ってきた、うん、もう HP 先半分切ってたよっしゃよしよしちょっと待って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 ラストボスですよ。グレートドラゴン、グレートドラゴンだこれ。こいつに勝てばね、ジグフィートに一歩近づくから。そうですね、そうですよ、そうだいいですか、打っちゃいますね、打っていいですよ。あ、じゃあバフで、まずね、バフをかけてもらってひっぽり出て、はい、ソウルアーツ打ちましょう。はい、これで強化していく。はい、ダメージ 30% アップ。かわいいなさあ、ここからはじゃあ一気に、ね、よし、ね、それでね、ガウェイン打ってみましょうか。ガウェイン、さあ、バリアントブレイブね、リゼンタルダメージですね。一気にじゃあここだけ大きく V を全部打っていく。そうね、バフかかってますよね。そうですよ、ガーン、オッケー、オッケー、よし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 。で、V をロック、尻尾からいきましょうか。じゃあ尻尾からロックして、アクションでどん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 倒していきます。削っていきましょう、はい、いいですよ、いいですよ、削っていくに、もう半分、尻尾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 、もう、削る、そう、いいかも、いいかも、いい感じ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 、まだいけるまだいける、お、ね、この倒してる間にいい感じでソウルアウトで、頭もロックしました、ね、そうですね、アクションして、アクションしちゃう、アクションして、アクションして、あー削れ削れ、いいねいいね、いいよいいよいいよ、まだ我慢まだ我慢、いけるいける、いかないいかない、よいしょ、よし、もうちょいもうちょいもうちょい、これではない、よっしゃ、じゃあ毒にかけるためにどっちか打ちましょう。はいはい、後ろか、オッケーオッケー、楽しみ中なんだ、おい、どこに入るのか、さあ、入った入った、あっちゃあっちゃあっちゃ、どんどん打って、どんどん打って、どんどん打って、どっち入ってくると嬉しい、まだまだいいかな、よいしょ、さあもう一度、さあ押していくぞ、おー、減った減った、ゴリゴリいく、ゴリ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 、さあ、相手苦しがってるんですけど、いけいけいけ、ね、本当にこのそんなみんなが持ってそうなパーティーでしっかり勝てるスペースなんで、物理で固めるとこういうことになる、ね、なりますね。工夫すればね、あのクリアできるようなクエスト多いしろ、特にしろ、ちょっとただもう厳しいけど、じゃこれガブリ押せるかな、そうですね、ガブリ押すしかないかな、押し切るしか、そんなに痛い目見たいかよ、たまりそうだけど、そう、一応ね、信長がそうですね、まあ、落ちてるかな、うん、あ、でも勝てるかな、これ、やった、嬉しい、やった倒せた、やった、勝てましたよ、勝てたね、いや、俺正直ちょっと負けるかと思った、フルバイスおすすめのパーティーだったから、ね、ほら、コンプリート、おー、やったあとは当てるだけだよ、これこれ当てるだけ当てるだけ、そうですね、当てるだけ、さあ、ということで無事にね、クリアして SRALA 召喚チケット、はい、ゲットしましたんで、はい、じゃあいよいよ引いてみましょうか、よし、当てるで、エカちゃんのお目当てはエカちゃんのシークリート、シークリートね、はい、乗ってる乗ってる、これ、ね、リバースね、リバースリバースね、行きましょう、はい、行きますか、まだですよね、まだ、いや、あ、びっくりした、はい、行きますよ、はい、リバース、おー、行け、来たんじゃない、藤井小瓶届いたんじゃない、どうだ、あ、おー、いやー、来るか、来るのか、おー、ダメだ、ダメだ、出るか、出るか、出るか、お、いけいけいけ、おそうそう、いや、でもいい、でもいいよ、でもそうそう、そうそう、好きだもん、一応イケメンだしそう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 、あとね、リーダースキルがね、かなり確か良かったはずなんだよな、はい、いや、いいですよ、リーダーの子めっちゃ強いですよ、めっちゃ強いですよ、うん、超強い、まあ、うん、なるほどね、悪くない、いいじゃないですか、そう、まあ、まあ、ジークフリットではなかったでもね、一応イケメン、いや、いいです、いいです、全然悪くない、いいです。ね、あのソウソウも全然いいですし、はい、あとはカニディアとかね、あ、まあ、いいですよね、ね、クリューセイス、はい、まあ、あとブリュンヒルデとかスカー、はい、もう本当定番になってる、あそこら辺の英霊は絶対おすすめなんで、なるほど、はい、まあソウソウ含めて、はい、まあ、とにかく SSR はね、そうっすね、何だって強いの、強いですからね、うん、ないですね、はい、取りに行って、すべておすすめです、うん、行った方が間違いなくいいってことですよね、そうそうっす、はい、でもこれ他にも
あれですよね、あのさっきの言ったところだけじゃなくて、そうそう、他にもそう、遺跡にはあとまだ SSR チケットがもらえるところがあと2つまだあって、はい、今現時点でね、はい、冷然たる混迷と、はい、鋼鉄の現状っていうところをクリアさえすれば、はい、また弾けるチャンスがあるので、またさっきみたいに工夫していけば、はい、で育てていけばクリアできるので、はい、うんうんうん、ぜひやっていってもらいたいと思ってます。はい、はい、さあということで先生、はい、ちょっとなんか新情報みたいなのってないですか。新情報みたいな、ないない、今日はないですよ。え、教えてくれないんですか。ないないないですよ。でも僕今実はほらこれ先生のカバンからこれじゃダメなんですか。これいやこれこれはいやいやこれこれは待て待て待て、これはやめて、これはやばいから。真野くん、はい、いつもいい質問ありがとう。あ、ありがとうございます。なんかね、もう本当真面目な君たちのために新情報を、はい、出します。やったー、さすが。出すしかないじゃないですか。2月といえば、はい、バレンタインですけど、おお、そうですね、これは本当ソルゼロ総力上げてキャラクターしっかり作ったバレンタインイベントやります。マジっすか。かなり力入ってるんでキャラクターしますね。ぜひ、うん、はい、これは本当気に入ってもらえる可愛い女の子のキャラクターがいっぱい出てきますんで、やったこちら期待してください。楽しみにしてますね。でしょうがないから2個目、おお2個目いきますよ。もう結構いっちゃうからね今日。渋ってたわね。もうだいぶ運営して1、2ヶ月経ってるのかな、はい、プレイヤーの方々もだいぶ英霊が育ってきてると思うんですけど、はい、育ってきた英霊を運で試しするために、運で試し、運で試し、超難易度クエストも実装予定でございます。おお、じゃあそれめっちゃ難しいってことですか。そうですね、でもしっかり育てていけば、はい、またクリアできると、工夫していけばクリアできるはずなので。戦略とかね。そうなんですよ。なるほど。それも用意しますんで、はい、当然ね、そういう難しいクエストは報酬がいいんじゃないでしょうか。あー、そうだ、そうね、そうそう、楽しみね。それまたジーグフィリートに近づく。そうですね、そんなクエストも用意していきます。で、3つ目、はい、はい、マルチイベント、これね、前プロデューサーレターつってツイッターとかのお知らせの方に出しましたけど、はいはいはい、これをついに2月には実装できるというふうに思ってますんで、マルチでみんなでワイワイ楽しもうというイベントを実装予定でございます。おお、で最後に、おお、まだね、ホント言いたかった。でついにね、新コンテンツの実装が2月中なんとか間に合わせようと思ってます。おお、永遠に制作中なんで、はい、こちらご期待ください。なるほど、新コンテンツ、新コンテンツ、そうですよ。うわ、必死こいて作ってますから。なるほど。最後だけやっぱ漠然としてるってことは、はい、結構やっぱ大事なイベントってことですね。大事なコンテンツですよこれは本当に。なるほどね、うん、楽しんでもらえるはものが2月にはできるはず。これ以上ないな。こんなもんで、ね、ちょっともらっていいですか。結構言ってますよね。いや、まあ確かにだいぶいただきましたよ。ね、はい、なんでということでね、はい、先生の講義はこれ以上ですから。おお、ありがとうございます。本当に。まあ本当はたくさんのコンテンツ楽しんでもらえるために作ってますんで、はい、今後ともそれぞれよろしくお願いします。楽しみにしてください。はい。はい。ね、はい、皆さんもお待ちください。じゃあエカちゃん締めの挨拶。はい。一同礼。ありがとうございました。ありがとうございました。